私はダチョウが好きすぎてダチョウ牧場への転職を決めた。ただの飼育員。卵を洗います。卵を洗うのは50度前後のお湯。ブラシで泥などの汚れを落とします。きれいになりました。消毒をします。水分を拭き取ったら洗浄完了。卵の重さを測ります。卵をセット。記録ノートに日付や卵の重さなどを記入します。卵に傷などがないか状態を確認します。データを記入した付箋を貼ります。保存庫に入れて完了。卵を孵化器へ移動します。孵卵器オープン。卵を取り出していきます。今回は全部で29個。重さがあるので結構大変。排卵日やパドックナンバー、重さを付箋に転記したら卵を入れていきます。この作業をひたすらに繰り返します。ラスト1個です。すでにもう疲れています。ふう、やっと終わりです。最後は扉をしっかり閉めて。この卵たちは9月2日に生まれます。以上、今日はダチョウの卵を割ってみます。ダチョウの卵は殻が厚いので割るのも一苦労。穴を開けたらそこからペンチで殻を剥がしていきます。だんだん中身が見えてきた。上から覗き込んで黄身が全部見えたら OK。 そーっとボウルに開けましょう。以上、ダチョウの卵の割り方でした。